わっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの下村です。はい、今日はですね、ちょっとですね、マジカル未来という、初音ミクのお祭りがありまして、そこでですね、弊社ディリゲントも出展させていただいたんですけども、ちょっとよくあるお問い合わせというか、今回はこの iOS デバイス、非常に皆さん、興味持っていただいたようで、たくさんの方が触っていただきました。ありがとうございます。で、今回はですね、こちらで、なんと、まあ、毎回言ってるんですけども、Spotify と連動するということなんですが、ちょっとですね、そのプレイリストの見方が、ちょっと分かりづらい位置にあるなって思ったので、今回はそれをちょっと紹介していきたいと思います。はい。せっかくね、Spotify のプレイリストとかで、自分の好きな楽曲、こう、お気に入りのプレイリストを作ったのにもかかわらず、それで DJ ができないっていうのは、非常に、ダメなことだと思うので、場所がね、ちょっと分かりづらいので、いろいろと紹介していきたいと思います。今回はパソコンの DJ の画面を見てみてください。はーん。はい、ではですね、いろいろと紹介していきたいと思うんですが、画面の方を見ていただくと、まずですね、これアルゴリズムの普通の画面が出ているんですが、今、下の方を見ていただくと、このライブラリの一覧が出ていまして、このライブラリ、いわゆる iTunes のプレイリストだったり、ミュージックの一覧ですね。あとは DJ 自体は、映像にも対応しているので、映像のデータとかもここに出てくるようになってます。で、ですね、まずは、この、どのライブラリを使うかっていうのを切り替える必要がありますと。まず、左側のところを見ていただくと、いろんなアイコンが出てると思います。左下ですね。で、この左下のところから今回はこの Spotify のアイコンをクリック。そうすると、ネットにつながっている状態だとこんな感じにポーンと出てくるんですが、まあここまではね、その Spotify と連動するということを何回も言ってるので、まあお分かりいただけるかなと思うんですけども、これ左見ていただくと、この閲覧っていうところですね。いわゆるそのジャンル名とかがバーッと出てくるんですけど、いわゆるそのジャンルのおすすめ曲がこう出てくる感じになってるんですけども、まあそうじゃねえと。プレイリストを、使いたいんですっていうことになるかと思います。で、そのプレイリストどうやって、使うのかと思いまして、私まずこの Spotify で検索っていうところにこう何か入力したんですけれども、まあ一切反応がないと。まあ何かこう検索かけても別にプレイリストが出てくるわけじゃなく曲名が出てくるだけ。で、どこにあるんだろうなって結構僕悩んだ結果、よく見ると下にですね、3つアイコンあるんですね。ここです。はい。で、右を見ていただくと、このアイコンの右側ですね、こうなんかもうチャートって出てるんですけれども、ここをクリックすると、Spotify の、まあ、再生ランキングでしょうか、100位分ですね。ここにずらっと出てくるようになっています。で、今回、皆さんが使いたいプレイリスト、どこで見るねんっていうのが、この左のアイコンですね。この左のアイコンをクリックしていただくと、はい、これもう完全に今僕の個人アカウントで入ってるんですけども、僕が Spotify で作ったプレイリストが、一覧で出てるのと、あとは、僕がこう、like した、ファボした、プレイリストが左のプレイリスト一覧にこう出ています。で、例えば、ディリゲント、レコメンデーション、ボル8。これそうですね、僕の、会社の人が作ったプレイリストなんですけども、これも、はい、全部ロードできるようになってますね。試しに1個ロードしてみましょう。はい。まあ、こんな感じにですね、ロードができるようになっております。はい。ではですね、今回はちょっとこのプレイリスト、どこにあるのかよくわかんねえっていうのが、僕がちょっと個人的に思ったので、ちょっと紹介してみました。Spotify で DJ がプレイできちゃうっていうのが、だんだんこう当たり前になってきたのかなっていうところがあるので、皆さんもぜひ、まあ、ちょっと、買うほどでもねえなっていう、けどちょっと試したいなっていう曲が、多い方は、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ではですね、皆さんまた次回お会いしましょう。ほーん、バイバーイ。